疲れ様、太郎さん、かわいい。ふうくん、お疲れ、ありがとう。おつ。しんしさんも、桜、ありがとう。なんか、電波悪いかもしれん。まいたろうさん、かわいい。コロナさん、きれいだよ。デイシさん、尊い。トイタロウさんお疲れ、ダーさんお疲れ、オケピーさんかわいい、ヨシタンさんレインボースター、スベさんお疲れ、アチさん綺麗だよ、スベさんお疲れ、なっちゃんも綺麗だよ、ありがとう。ウェンゲさんもお疲れ、ヤスベさんかわいい、レインボースター、お、タカちゃん、ブスさんハート、ミーくん尊い、ありがとうございます。お花見タワー？ん？分からん、何これ。三色団子タワー。今日は焼肉食べました。ナノさんハート、ありがとう。焼肉食べた。でもね、食後のデザートあるじゃないですか。食後のデザートさ、なんか食前に出てきてびっくりした。食後のデザートだよ。食前に出るっていう。え、いや、お肉焦がしたんですよあれ。でもちゃんと食べた。苦かった。待って、なんか熊の顔って言って全然違うんやけど、これあったのかな。ちょっと難しい。今日絵が下手くそ。リーさんかわいい、リーさんハートありがとう。デザートが食前に来ることある。美味しかった。でも店員さん怖かった。店員さんすごい怖くて、なんか怖かった。かわいさんハート、あっちさんかわいい、ありがとう。そういや、だいたい店員さん、この店員さんがすごい良かったって言うんだけど、店員さんが怖かったです。
とありがとう。じゃあタカちゃん、三色団子とありがとう、嬉しい、これからももっともっとやよいを深めていこう、大好きだ、ありがとう。タカちゃん、タカちゃん、なんかいつもとクマの顔が違う気がするけど、タカちゃん、お団子そのままで、カズくん綺麗だよ、ありがとう、かわいい、ありがとう、ありがとう、嬉しい、嬉しい、いやもう嬉しい、ありがとう、いい感じ、ありがとうございます。なんかクマの顔がいつもと違う気がするけど、かつやさん、誰もありがとう。そう、今日大学生も怖かった。なんかすごい住む世界が違うなって思いました。全然疲れてないよ、かわいさ、かわいい、ありがとう。今日は皆さんのおかげで私はとても元気になったので、ありがとうございます。あと親友ちゃんのおかげ元気になった。ゆうくん、桜、ありがとう。そう、ピエンピエンしてたけど、あ、ダメだ、危ない危ない。陣内さん、桜、ふうくん、桜、スケモンさん、バラ、ヨウさん、タコ、陣内さん、綺麗だよ、ありがとう。って気分なんですよね。本当は今日は45分に配信をしようかなって思ったんですけど、ダメだ、そう、ギリギリしかやらないようにしようかなって思ったんだけどさ、みさん、ハート、みたらさん、とうとうありがとう、悲しい、気分です。ルームちゃんさん、ありがとう、ありがとう、ありがとう、お話し会のおかげで元気でと、鳥取太郎さん、花束ありがとう、そう、りょたくん、かわいい、ありがとう、髪の毛しか映ってないけど、甲子園の方って言った赤田屋さん、ゴーゴー、ありがとう、のぶさん、ありがとう、ありがとう、そう、人生でトントロさん、誰もありがとう、推しが卒業するのが1回目じゃないんですよね。トントラさん、誰も、キッチンさん、かわいい、なっちゃん、ありがとう、ゆいさん、とうとう、ありがとう。そうで、私の部屋に飾っている生写真がふうさんと長浜ねるさんなんですよ。楽しいね。ふくん、ハート、コロナウシさん、桜、ありがとう。そう、悲しいな、やっぱり。山田さん、かわいい、ありがとう。そう、推しの卒、そう、し、推しのだいたい一人でいる時じゃなかったんですよね、昨日まで。やすいさん、桜、ありがとう、かずくん、ファイト、ありがとう。なんか萌の隣で泣くの我慢してたけど涙が出ちゃった。そう、あ、メイク取れちゃう、ダメだ、朝から風さんの顔見たら涙が出ちゃって、かわいちさん、ファイト、リエマーさん、トートイリーさん、ハート、ロイさん、ハート、ありがとう、トタイタさん、ファイト、ありがとう。そうそうそう、昨日そう、萌えといて9
時になるからどうしようって言ってて、ぶっさん、ぶっちさん、ハートリーさん、あとミミさん、桜ありがとう。やっぱり悲しいもののは悲しいです。ダメダメ、ちょっちょうさんファイト、タートちゃん500役ありがとう、ありがとう。ダメだ、配信できないそう、かなうつりさんかわいい、ありがとう。ダメだ、ゆみさん、さくら、じゅんくんファイトありがとう、ふなじさんも、いわたさんも、いつだいさんも、やすみさんも回復ありがとうございます。そう、今日お話し会でガイリスさんファイト、やすみさんファイトありがとう、ね、ナナさんファイトありがとう。お話し会でふうさんのファンの方が来たんですよねで一緒に泣くだけのお話し会っていう誰だ、ギフトも読めない初めてのお話し会でした。そう。そう。しかも15秒とかじゃなくて、もうちょっと長くてですね。泣きながら話もしたか、したいんですよね。ちょっと。コタさん、ホワイトありがとう。ホワイトデーのお菓子今日もらったんですよっていう話、話。来ました、ありがとうございました、皆さんのおかげでスイーツ食べれるからあのショールームの豪華スイーツみたいなやつ、ファンの人が、あの、なんだっけ、ヤのために送ってくださったプレゼントです。あのね、なんかね、よくわからんかった、なんかアイスクリームのギフトをいただきましたありがとう、ミミさん、いいね、そう、アイスクリームのギフトをいただきましたので、あ、見て、アイラインが
いいでしょ。そう、アイスクリームギフトです。いただきてですね。え、待って、すごい量いっぱい、一個だと思ってたら豪華。え、すごい、アイスクリームのセットだ。だから多分、え、1,2,3,4,5,6,7,8,9,12個。え、期限切れてんのかな。そんなことある。これいただきました。え、待って、今日何月何日だっけ。え、2000何年だ今。何年？あ、よかった、来年までだ。4月2日って書いてあったから、え、なんかもう無限のものを渡されたのかと思った。オンラインだって、オンラインでもらえるので、また届いたら食べる配信しようっていうお話です。そう、あと萌えにチャイナ服借りたから、明日200日配信200日なんですよ。からでもお話し会が遅いから、あの夜にあの2時間とか1時間半だけでも行きたいなって。ただコスプレするだけです。そう、翔平さん、バラリーさん、ハート、ご支援のホテル、高江さん、ゴーゴー、ありがとう。あ、やだ、昨日からね、ずっと涙が止まらないの。そう、っていう。ダメだ。強く生きる。片尻さん、ありがとう。ありがとなんかこんな悲しい思い、嫌なファンの人にはしてほしくないから、頑張ろうって思いました。ご飯は喉は通ってる、ご飯は食べれてるから、ご飯食べれてるんですよ私。ご飯食べれ、ご飯食べる元気はあるの。怖い焼肉の食べ放題食べれるぐらい元気だから大丈夫。あの勝手に涙出てくるだけだけど、ご飯、焼肉食べ放題食べれるから元気です。食べれるんですよしっかり食べたんですよ。なんなら今も、もう
食べようと思えば食べれるんですけど、そう指は食べなかった。そう、体は正直そう、それはそれ、これはこれなんですけど、ダメだ、もう嘘、アイスが食前に出るっていう、なんだあのサプライズ、ほうじ茶のプリン食べた。本当は昨日行った話とか行った場所とかの話もしたいんですけど、分からん、なんか落ち着いたら話そうってこういう時にかける言葉は何なんだろう。何なんだろう、分かんない。いやもう分かんない元気出せよですよ、元気出せよ。でもしかしたら昨日泣きながらお家に帰ってきたんですよね。そしたらね、お母さんにね、ええどうしたのどうしたのみたいな言われてね、あ大丈夫大丈夫とか言って、誰かになんか喧嘩して、萌ちゃんと喧嘩して帰ってきたって言われてさ、めっちゃ焦ってた。萌ちゃんと喧嘩していく、まさかあの朝楽しみに行ってくるとか言ってたのに萌ちゃんと喧嘩して帰ってきたって言われた。サラビに、え、なんか元気ないねって、顔は死んでるって言われましたけど、でも今日リレたんだね。最近ちょっとね、仲がいいというか、やや仲いいって思ってるんだけど、リレたんとねいるとね元気出るんですよ。リレた面白いから、リレたなんかね、何だっけ、イヤホンして動画を見てたんですよね。でリレたんがでイヤホンして動画を見てたからで、あの自分が笑ってるのにね、多分気づいてたんだ
こんな大きい声で笑ってないと思ってて、リネタめっちゃあはって一人で、ね、ずっと笑ってるので、それ見ながらね、リネタめっちゃ声聞こえる、何見てるの、そんなに面白いのって言ったらね、急にね、その見てる動画のモノマネみたいなのをね、めっちゃ大きい声でするんですよ。だから静かにして、なんかめっちゃシーンってしてるのにさ、めっちゃ大きい声でやるからさ、もうそれでも面白かったし、今日ユリナに会えなかったから、ちょっと今日はランキング少しをしようかななんてしよます。あ、そういえばアンナちゃんに LINE 返しなかった、見たのに、あ、未読無視みたいなことしてる。アンナちゃんからね LINE 来てた、うどんちゅるん、うどんちゅるんがみたいな、ガイナさん疲れ、ありがとう。うどん、なんかなんだっけ、後で LINE 返そう。なんかうどんちゅるん、うどん謎にうどんちゅるんの話が聞きました。いや、うどんちゅるんやろ。でね、マネージャーさんもね、今日ね、最近元気って聞かれて、あ、どうなんでしょうみたいな話をしてたんですけど、なんかマネージャーさん的には多分元気づけてくれたんだと思う不器用な人だからとか言ったら怒られそうなんですけど、いい人しかいない。生ハムやってるよ、まだハムスターちゃんと飼ってるよ。あ、てかメールの行方聞くの忘れてたちょっと今日うどんちゅるん入れて夜過ごそうかな。生ハムのメールが遅れてないの、どこに行ったんだろう。みんな頑張ろう、頑張ろうね、頑張りましょう、リーザファイト。そう、明日お話し会で、あ、でもお話し会では普通に話したい、普通に話したい。みんなね心配してくれてたの。そう、でも話してたら元気が出るので普通に話しましょう。グッド、元気だよ。おやすみ、おやすみなさい、バイバイ。あ、写真も、そうだ、写真1枚とか。